もう一度斉藤、テンポよくボールが回っています。ねじめ、くさびのパスが入って、さあチャンスになった、竹富だ、竹富のシュートー決まりました。2対2、同点に追いつきました。鮮やかな崩しを見せました熊本。変化があっていい今年ですね。そうですね、中盤でつないで、そして1本くさびのパスを入れての背後ですね。まあ連動というかね、はい、矢野も参加してますね。そうですね、はい、内村がね、はい、竹富のポジション分かってたんでしょうね。そうですね、それでスルーして、はい、そうですね、ねじめから矢野にくさびのパスが入って、はい、そこから市村スルーして背後に竹富。